いやー、さくら、やっと僕らも念願の結婚式できるな。ここの森の中の小さな教会で二人で結婚式あげるのが夢やったもんな。あ、そうそう、ちょうどね、ここや、この教会でね、予約してんねん。神父さん。はいはーい。あ、でかいな、神父さん。いやー、待ってましたよ。ここが、この森の教会の私が、うなぎさんです。いやー、なんで消えるやねん、神父やのに。おかしいやろ。昔あの軍人やってまして、はい、あ、そうなんですね。その癖が出るんですね。軍人さんで神父さんですか。そうなんです、うん、あのけどね、ちょっと前までコンビニの店員やってました。軽っ、まあ、あのほら、最近タウンワークで、あの神父タウンワークで神父ってあるんですか。あったんですよ。そんなんあんねや。大丈夫ですか。僕はあの一生に一回の結婚式のためますよ。任せててください。あなた方の幸せをちゃんとお導きいたしますよ。本当ですか。じゃあまあね、はい、まあ、ここなんで聖書を読みますね。聖書なんか薄いな。え、中身は濃いんですよ。中身はあの、ま、成田モデルマニュアルっぽいな。だってこれほら、なんか新幹線でなんか犬が忘れてきたしょうがない。これですいません、どうも。じゃあ、中身は聖書なんですね。そうそう、中身は聖書ですからね、はい、読みますよ。はい、はい、虎はぐるぐる回ってバターになりました、はい、何読んどんねん。それはちびくろさんぽや。え、あ、虎じゃなくてあの犬でしたっけ。いや、犬でもない。狼。違う、新郎やから、なんでぐるぐる回らなあかんねん。これ聖書はなかった。バターになったら結婚できへんやん。聖書は38ページだった。え、一緒なの。ちびくろさんぽ前半後半聖書。そうすごいな、それ。じゃ あ、いきますよ。はいはい、神は光あれとおっしゃいました。はい、ちょっと待って、これ聖書の最初のとこやね。そうですよ。これ全部読むんですか。はい、5時間ぐらいかかります。長い。PR ステージ短いから10分しかないから。ああ、分かる。あの誓いの言葉だけで。あの誓いの言葉、あ、ね、あ、さくら、誓いの言葉やで。誓いの言葉で緊張すんな、うん。はい、あなたは、はい、神を信じますか。信じてます。だから来たんです。あ、そうそう、そんな正直なとこから誓うあのこと言えないですから。まあ、近いの本当は愛の言葉とかそんなあるでしょ。そんなの後にしてね、うん、後にすんの。まあ大事なね、あの指輪の交換なんていうのね。ちゃんと買ってきました、給料3ヶ月分。じゃあ、あの、はい、神父さんの指輪を、はい、花嫁の指に、はい、よし。なんでお前がはめんねん。あれ違うんですか。違うやろ。新郎で新婦だって、この子可愛いんだもん。あんたが見たら新婦が新婦になったのやろ。だからどうも俺いいと思ったんだ。新婦が新婦。いやいや、そんなゴロゴロしてんでいいから。あ、そうです。あ、指輪の交換よりも大事なものがあります。え、もっとありました。あの、やっぱり誓いのシュッ。あー、そうか。テレビの桜どうしよう、みんな見てんのに。成田でそんなことでは、誓いの通路を。お前がするんかい。お前がするんかい。おかしいでしょ。違う、僕らは結婚するんですよ。お、なんで神父さん結婚。いや、なんか可愛いもんだからさ。ついついただ心がいいけど、まあ、ちょっとね、あの指輪もちょっとあの宙もちょっとうまくいかないんで。うまくいかん、あんたのせいや。じゃあけど一番大事なものがあります。あ、そんなんもない。神に捧げる踊りを。え、そんなんあるんですか。これがちゃんとできれば二人はちゃんとあの御用途になりますので、はい、本当。じゃあ私について一緒にやってみましょうね。どんなんやろう。はい、アダムスティー、コマネチ、コマネチ、コマネチ、アダムスティー、ペイ、コマネチ、コマネチ、アダムスティー、ペイ、コマネチ、コマネチ。何の宗教やん。いかにしろ。ありがとうございました。ありがとうございました。